2S19 ムスタイスは、ロシアの自走榴弾砲である。名称のムスタは、それまでのソビート連邦の自走砲の名称が花の名前から取られていたのとは、対照的にムスタ側から取られた。2S19 は、従来の 2S1.2S3 及び 2S5 を置き換えるために、ウラル運輸車両工場で開発され、1989年から配備が開始された。 基本的には T-80 の車体を流用し、そこに新たに設計された砲塔を搭載したものとなっている。T-80 で信頼性などの点で不評だったガスタービンエンジンは T-72B 型以降及び T-90 でも採用されているものと同じ型のディーゼルエンジンに変更されている。砲塔に必要なシステムをすべて搭載しており、その点では 同じ主力戦車の車体を流用したフランスの GCT1 装榴弾砲と類似している。砲塔の後部には 21.6HP のガスタービン補助エンジンが搭載されており、主エンジンを停止していても射撃が可能である。搭載砲は 2A65 ムスタビー弾砲を改良した 2A64 榴弾砲で、 第二次世界大戦後開発され実用化されたすべての 152mm 砲弾を使用することができ、さらにレーザー誘導砲弾ズフマイナス39クラスのポールが使用できる。ズフマイナス39は前線観測班が照射するヤグレーザーによって誘導される砲弾である。最大射程は 通常弾の場合 24.7km、ラップでは 36km、図譜マイナス39の場合は 20km である。砲塔内には50発分の砲弾及び装薬が搭載されており、装填は自動で行われる。車体外部から球弾し発射することも可能で、砲塔の後部にあるベルトコンベアに要因が砲弾と装薬を乗せ、それが半自動で装填される。 発射速度は、車内のものを使用した場合、毎分7から8発、外部球団の場合は、毎分6から7発になる。2S1.2S3.2S5 の3車種を統合できる車両として開発されたが、財政難のため更新は、進んでいないと言われている。輸出も、積極的に提案されており、改良型や、西側諸国で主要な 155mm 榴弾砲を、 搭載したタイプ、装輪型もあるが、開発が進んでおらず、採用した国もない。2S35 コアリツィア SV ハットベラルーシアーミーエキップメント、ハットロシアンアーミーエキップメント、ハットグラウンドフォーセスエキップメントウクライナ。ありがとうございます。